こんにちは、まーです。ラスクラやっていきたいと思います。はい、ということで今日なんですけども、明日からね、ハガレンコラボが来るということで、まあいろいろね、お知らせにも来てたんですけど、私はですね、ギリギリにね、見てください、1万5000食べました。はい、ということで、まあ、本当に悩んだんですよ。ハガレン来るしなーって。ただ、私前も言ったんですけど、ストーリーを全然進めてなかったんですよ。ちょっとね、どこまでかってちょっと恥ずかしくて言えないんですけど、言えないんですけど、まあ分かっちゃう人もいるかもしれないけど、なので、まだね、伸びしろがね、めちゃくちゃあるということが分かったので、思い切って引いちゃいたいと思います。で、そのガチャというのが、こちらです。育成拡張記念ステップアップガチャ、1周目。はい、ということで、3515、ちょうどですね。まあ、やっぱりね、まあまあまあ、今後も長い目で見たら引ける可能性あるかもしれないし、この間もね、チケットでマディンという奇跡を起こしたので、あとこういうチャンスもまたあるかもしれないし、もっとお得なチャンスもあるかもしれないんだけど、やっぱこのステップ5まで引いて確定っていうのはでかいじゃん。交換できるからさ。っていうところで、引いていきたいと思います。チケットはね、待ってね、この間引き切ったから、いや、このさ、ログシウスだかめっちゃ強いっぽいよね。まあ、ただこっち引きます。いいんだよね。いきます。あとこれめっちゃ美味しくない？フレンドガチャ今。引いた方がいいです。はい。いきます。さあ、溶けるよ。で、そうだ。ハガレンのコラボの予想をね、前に動画で出したんですけど、私の予想は、その前の動画見てもらえばわかるんですけど、エルリック兄弟、エド、アル。で、マスタングは、ここは絶対だと。で、出るなら、なんだっけ、リザ・ホーク・アイか、と、あれよ。なんだっけ、いや、待って、ちょっと、もう最近すぐ忘れんのよ。なんだっけ、キング・ブラッドレーさん。かなって予想してたんだけど、3人でしたね。エド、アル、マスタング。で、あとは、アーク。で、まあ、ちょろっと、リザとかウィンディが出てたって感じでしたね。はい。なんで、まあまあまあ、3人は当たったって感じで。お、赤になった！確定、必要なし。1個！おー、アークね。はい。ということで、まあ、アークもね、地味に欲しい。まあ、理由として、マスタング大佐とリザ・ホークアイのアークめっちゃ良くない？あれ名言だよね。ハガレンの。いかん、雨が降ってきたな。大佐、雨などは、いや、雨だ。みたいな。覚えてる？みんな。そうですね。雨ですね。みたいなやつ。あれね、泣いたよ、私も。そして引き悪いな。そう。なので、もうあのアークも、まあ思い出としては欲しいなって感じはしてる。ただ、今回確かに分かれてるんだよ。エドのピックアップと、アルフォンスじゃないわ。マスタング大佐のピックアップが時期が分かれてるっていうところ。アルは配布です。イベントやればもらえる。というとこなので、お、いいね。演出なし。さ、1個。止まってもいいんだよ。くー。はい。なんで私はちょっと、まあ石がね、どんだけ今後貯めれるかちょっとわかんないとこはあるけど、まあ、伸びしろはあるから、まあ両方引きたいんだけど、とりあえずね、マスタング1点狙いでちょっと、まあ、指パッチン1点狙いで頑張ろうと思います。まあ、エドも欲しいんだけどね。ちょっとどっちも引くのは厳しいかもしれないが、とりあえずマスタングにと思ってます、現状。そしてステップを割る引き。はーい。で、もらいましたね。はい、ありがとうございました。で、もうアイテムを持ってるはずなので、交換していきたいと思います。まずこっちからかな。もうね、私決めてます。こちらです。カゴルキエル。
交換していきたいと思います。悔いはありません。てや、ありがとうございます。お、使命は自分の意思で進む、そう決めたのです。だから私はあなたと共に進みます。めっちゃ露出で してるね。噛んじゃった、びっくりして。素敵。はいはい、ありがとうございます、リキエルさん。はい、ということでこっちは交換 OK。 こっちですね。はい、まあこっちはね、正直欲しいのがいっぱいいるんです、正直言って。はい、見た目は微妙だけど欲しい、ラグロボス、レイ、リリー、アリス、ティリア、リルベット、ゼクス、全部欲しい。でも私がまあ顔だけで言えばゼクスです。でもこっちください、ミコテリア、やっぱり欲しい。でもさ、いつも思うけどさ、このあとさガチャで出てきちゃったらどうしようとか思うよね。まあその時はその時だよね。いきます。私はこれまで自分の力に恐れを抱いていました。でももう恐れない。私にも支えてくれる人、そして守りたい人がいるから。ありがとうございます。ミコテリア素敵なんだけどね、何が気になるって上の人の方が絵でかいよね。はい、ということでごちそうさまです。ありがとうございました。育成頑張んなきゃ。はい、ということでね、ルキエル、カゴルキエルとミコテリアゲットすることができました。いやー、たけ女どもだな。合計だって3万使ってるからね。はい、ということでまたね、ハガレンコラボ盛り上がっていきたいので、石このすっからかんな状態から貯めていきたいと思います。はい、ということでね、よければ、皆さんのコメントお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、ということでよければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。